じゃあ今回はですね、パソコン上の画面があるじゃないですか、パソコンの画面、あれを動画で撮影する方法ね、説明します。あれはね、バンディカムっていうねソフトを使うといいんですよ。バンディカムは無料で使えますし、まあ10分っていう制限があるんですけどね。で、有料版は10分以上も撮れちゃうんですけども、まあこれが一番やりやすいんじゃないですかね。非常に簡単です。はい、じゃあバンディーカムで検索してください。そうするとね、こういうふうに出ますね。高性能動画キャプチャーソフトバンディーカム、これクリックするとこうやって出てきますので、これをまあダウンロードして搭載するだけです。ダウンロードに成功するとこちらの下の方にねアイコンが出てきますので、これをクリックしますね。そうするとこんな画面になって立ち上がるんで、はいを押して進みます。はい、じゃあバンディカムがスタートします。はい、この右上にね出てきますね。で、まず撮影範囲をここで指定して、そうすると箱が出てくるんで、この箱を大きさをこうやって変えてあげてください。で、動画を撮影したいときはこのレックボタンを押して撮影スタート、10分まで撮影できます。で、撮影終わるときはもう一回このレックボタンを押すと、ここにカウンターが出てますから、何分撮影しましたのが出てきます。で、音声は別で撮るようになると思うんですよ。私の場合はパソコンにマイクがついてないんで音声は別撮りです。まあ、マイクがついてるパソコンはね、音声も一緒に撮れると思いますけどね。で、喋りながら動画を撮って保存するって感じですかね。ちなみにですね、これも このバンディーカムって検索すると、バンディーカムの使い方って出るじゃないですか。これクリックするとね、バンディーカムの使い方が、例えば動画でもいっぱい出てきます。ということですんでね、動画キャプチャーっていうんですけども、これ撮り方知りたいなと思った方、私にお問い合わせいただいてもいいんですけども、私の返信を待つ間に Google に検索して Google に聞いていただくっていうのもありますね。最近はだいたい YouTube でどんなものでも説明してますんで、こんな機能ないかなとか、こんなソフトないかなと思って検索すると、まあ大抵出てきます。ということでね、私はね、すべてのツールを無料で使い倒して、こういうふうにね、速稼塾の運営してますんで、まあ速稼塾みたいなビジネス塾やりたいなと思った方、特にお金がかかることはありません。もう徹底的に無料のものを組み合わせてやる方法を提案してますんで、まあ一部有料のものを買った方がいい部分もありますけども、まあ基本的にはね、全部サイト作成も、さっきの動画キャプチャーも、それから他のね、サムネイル画像を作るのも全部無料ですね。まあ参考にしていただければ幸いです。